職人目線でレビューしてるんで、使い勝手とかそのおしゃれとかあんま計算してませんが、はい、全体に言えることやけど、はい、まあ縫製が綺麗、何を取るかなんですよね。送り手目線で言うと、しっかりしすぎても怒られねえな世の中って。この値段で頑張って高級感出しても怒られるんや、かわいそうやな。どれもこれもおすすめですんで、うん、全種類全色買っていただくと、そのために、うん、家売っていただいても全然いいかなと考えております、うん。どうもこんにちは、新進工房です。僕たちは普段革の財布やバッグを作る職員やっております。で、はい、今回自由のリアルレザーを、まあ、どんどん並べたと。1,2,3 のシーン、ここですか、うん、これ今から独断と偏見で職人目線でちょっとランキングつけちゃおうで、都合で、うん、リアルレザーっつったら再生数取れるじゃないですか、はい、それで今回まとめちゃった都合で、ね、バラす前にやるって話やんな、それやったらこれ2回買わんでよかったから、買ったんかそれ。前回の動画でもね、黒字になってますんで、そのやらせていただきますが、はい、とりあえずこれ値段と説明じゃいきますか。値段と説明、じゃあそのわけでいきますか。リアルレザートートバッグ、あ、こちらですか。5,990円のやつがこちら。次リアルレザーボディバッグ3,990円、この白色。次、リアルレザーカメラバッグ3,990円、いっちゃ左、これこちらですね、はい、で、次リアルレザーミニショルダーバッグ、どちらですか。これやな。で、次リアルレザースクエアショルダーバッグがこちらですか、はい。まあ、値段であったり作りであったり微妙に違うんですけど、うん、店頭のみで販売で、オンラインでもう売ってないです。高木さん、どれのこと。スクエアショルダーバッグ、こいつ売っていないということで、ちょっと値下げしているらしいんで、1,990円らしいです。ああ、了解です。ではこんな感じで進めていきますか。じゃあ、はい、リアルレザートートバッグ5,990円、リアルレザーボディバッグ3,990円、リアルレザーカメラバッグ3,990円、リアルレザーミニショルダーバッグ2,990円、リアルレザースクエアショルダーバッグ2,990円。チャンネル登録よろしく。じゃあそんな感じで今回ポイント2つです。1つ目ランキング発表先にさせていただきます、うん、で2つ目に台本通り読んでいいですか。どうぞ。よくわかんないですけど、辛口目に解説などをしていきます。辛口目にする理由は何なの。前のやつで辛口目にしてたから。よくわかんないですけど、やってみますか、うん、10秒告知紹介させていきますよ。はい、今回紹介させていただくのはこちらでございます、クレモナバタールということで、これ第6弾になっておりまして、現在幕開けで限定先行販売させていただいております、こちらですね、スムーズなレザーを、はい、開けせ、ランキング発表。じゃあそのわけでいっちゃいますか。ランキング発表都合で、はい、1位からいきますか。1位、普通はこういうのは5位からいくな。3位でもいいですよ。いや、5位からいきます。5位からいきますか、はい、じゃあ5位どちらですか。5位がこれです。カメラ、はい、こちら。リアルレザーカメラバッグが5位、次、4位はこちら、はい、このミニショルダーバッグですね。3位がこのボディバッグ、2位がスクエアショルダー、うん、あ、2位と1位でどっちかとかやっちゃいますか。ドキドキさせないですか。1位でやめますか。どういうことですか。わかんないです。こっち、これが1位ですっていう感じです。まあ、ためなしでいきましたけど、はい、なぜそうしたかっていうのを、じゃあ次でいきますか、はい、高井はこれをやってほしかったが、マサさんにやってもらえず。ではそれぞれレビューします。5位リアルレザーカメラバッグ見ます。こちら5位にした理由ですか。5位にした理由言ってください。これをなぜ5位にしたかっていうと、これはもう相対的な話なんですよ、はい、こいつが何もやった。2,990円やけど、うん、今店頭にしか売ってないで、うん、1,990円に値下げしてるっていう、うん、っていうことやろ。ほんで、はい、こっちが3,990円かってなったら、もうもはやさ、サイズとかもほぼ一緒やから、はい、こっちでいいやんってなるんだ、はい、ほぼほぼ機能とかも一緒やんか、はい、こいつがあることによってこっちを買えばいいって思うから、うこれを5位にしました。なぜならコスパがこっちの方がいいから、1900何円から、はい、っていうので、こいつが5位になりました。ちなみにこちらのここがすごいとかいう特徴とかないですか、うん、ここがすごいっていう特徴、長所で言うと、はい、まあ、まずは全体的に言えることやけど、リアルレザーで3,990円っていうのがまあすごい。ほんで、まあまあ全体に言えることやけど、はい、まあ縫製が綺麗。全体的にリアルレザー力入ってるいう話してましたよ、ね、うん、悪いとこなんかあるんですか逆に。レビューで見た時に悪いっていうのが、これ開けてこう出すじゃないですか、うん、ここが痛いみたいな。それはまあ分からんでもいい。職人あるやけど、これバッグって、はい、完成の一歩手前ってこういう状態なんですよ、言ったらこれで、でこういう風にひっくり返して完成させんねんか、はい、これを100本200本でやってたら、こことか吸ってめっちゃ逆向けしたりすんねんな。あ、そうなんすか、うん、が多分出し入れするときにそういう風になるってことやろ。で、あと、うん、これも言えることなんですけど、うん、なんかさ、ちょうど入るサイズやから、うん、出せない、さて出せない。あ、そういう時は何でした。その時は、うん、新進工房の絶賛今現在発売中のバタールスイスイ入って出し入れできるんで、ね、まあこれを購入してもらえばいいかな。クラウドファンディングで販売中です。幕開けです、まあ、一応ここにファスナーが当たって、うん、皮傷つきやすいっていうのも嫌やっていう。なるほど。何を取るかなんですよね。送り手目線で言うと、どうやったらそれ解決するかって言ったら、はいはい、プラスチック製のホイールファスナーに変えてもらったら、確かに
かにそう、痛くなくなるんですけど、そうすることによって高級感は失われるやろ。だからどっちを取るかっていうので、コンセプトはリアルレザーで高級路線というか、そっち系やんか、きっちり作るっていう。だからまあこっちにしてるんやろ。おしゃれは我慢からなんで。そういうことです。5位でした、はい、次4位、リアルレザーミニショルダーバッグ見ます。4位、これリアルレザーミニショルダーバッグ、これも相対的な話で、これ単体で見たら全然いいと思うんですけど、やっぱりコスパとかの面で見ると、職人目線でレビューしてるんで、使い勝手とかそのおしゃれとかあんま計算してませんが、はい、この革をそんなに使ってないというか、量的にそんなに他のやつと比べると使ってないんで、あ、一番少ないですかこれ、使ってる革の量が少ないから2990円で、この3位のボディバッグと迷ったんですけど、あ、まあ作り的にも革の量的にもこっちの方が使ってるから、単純にこいつを4位にしたっていう感じ。これ一番あの空張りあります。まあベストセラーっていうか、コスパいいんかもしれないですけど、作る側からしたら、うん、空張りすごいあって、うん、で職人目線っていう概念を外したら結構使いやすそうやもんな、ね、ちょっと出かけるのに、まあ、スマホと財布入れて使い勝手とか良さそうやけど、これもあれらしいです、長財布が入りにくいっていう。どうぞ。ちなみに新進工房バタール入ります。入るがマグネが止まんないですね、さすがに。はみ出ることないですね、多分こんなんなるんじゃない、普通のラウンドやったら。はみ出るのが気になるっていう方はこのバタールご購入よろしくお願いします、はい、ということで4位でした。3位リアルレザーボディバッグ見ていきます。次3位これですね、はい、これ重いっていう、なんか、あ、いましたね。高級さを取ると必然的にちょっとずっしり感が出ちゃうから、僕的に見たらこの価格帯でこんななんかしっかりした金具使うんやっていう凄さもあり、さっきの4位のやつと比べたら革の量も多いと。あ、そうですね、うん、っていうので、あ、これテープで思い出したけど、最近あのな、はい、あのまだ言うんですか、 350m 発注でええところは 3.5 キロを発注してくれたからさ、 YouTube 企画でやってみたらいいんじゃないですか、俺の家まで届くから。そうやな、届くよっていう感じですね。これはどういう世間の意見、中のポケットが中途半端っていうか、ここにスマホが入らんってこと。あ、もうちょっと大きかったらで、何を入れんねんみたいな感じで、うん、購入者からしたら、うん、ここを思い切って仕切ってくれた方が使いやすい、うん、長いポケットにしたらいいんか。そうやな、そこに挟み込むだけでいいから、そのポケットの方がむしろ作りやすかったりするんだけどな、うん、という意見らしいんで、 GU の幹部の人も見てると思うんですよ。よくればこれも重いっていうのと、うん、なんか巻いた時にこれが垂れ下がるっていうのがちょっとなんかダサいみたいな、これがそういう時はここにベルトループ1個かましたらそういうのはなくなるんで、作ってくださいやな、俺は自分で、うん、まあ私的に気になるのは、これ巻いた時にこっち軽いのに、うん、だからこれ重いから垂れ下がってくる。あ、まあまあ対比としてここが重すぎる感はあるよな。しっかりしすぎても怒られねえな、世の中って。この値段で頑張って高級感出しても怒られるのや、かわいそうやな。という感じでこちら3位です。2位リアルレザースクエアショルダーバッグ見ます。次2位いきます。これ絶対値段が安くしすぎてもう廃盤になったパターンでしょ、うん、採算合わんっていう。あ、あいつで代替したってこと。仕様ちょっと変えてこっちで、ね、そう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 、値段上げて出したと。多分そうですよ、ね、2990円で、うん、これ3990円。よかったからこっちで1000円アップしちゃえみたいな。そう、前の動画でも言いましたが、こいつねPPテープにしてたらいいんですけど、これ革で言ってもてるんで、ベルトってロス大きいんでね、しかも裏表でやってもうたっていう、こだわって作ったけど市場原理が働き続けることが難しくなったと。視聴者さんのコメントでも言ってたんが、うん、もう結局はこれ買うより、うん、もうこれ探し出して買った方が安いから、うん、そういう意味でこれを2位にしました。かなりこっち買った方がいいんじゃねっていうので、そういう感じでこっちを2位にしました、はい、1位リアルレザートートバッグ見ます。はい、ある1位。多分あの一般的に人気ないですよね、これ。カメラバッグとボディバッグ と、うん、これですよね、うん、まあまあ、一番レビュー数少ない。前分解した時に驚きがあったんで、ね、また見てもらったらいいと思うんですけど、はい、ハイブランドもしくは以上やったよな。そうですね、の作り込みをしてる部分があったっていうのと、あとこんだけ革の量を買って5990円のはやっぱ革職人目線で言うとかなりコスパがいいですね。ただ縦長やから実際使ってみたら使いにくいとかそういう懸念はあるかもしらんけど、ね、革職人目線ならこいつが一番、こんなにも革使っててなおかつ作り込みもハイブランドレベルで作り込んでるのに5990円、うん、っていうので、まあ、1位ですね、うん、ザラとかでリアルレザーのトートバッグあるじゃないですか、だいたい1万円超えじゃないですか。それ考えたらほんまにめっちゃ安いです。安いよ、めっちゃ、うん、リアルレザーのコメントで来てたんが、うん、経年変化どんな風にしますかみたいな。経年変化というよりはこの革は経年劣化でしょうね。どんな感じで劣化しますか。ツヤは出てきそうやけどな。経年変化って言ったらエイジングやろ。エイジングってなんかツヤが出て飴色になって、はい、っていう感じの光沢感が出ないって感じじゃない。ツヤは若干出るかもしれない。
んけど、そういう味が出てくるっていう感じの変化はしないっていう感じ。え、ちなみになんかお手入れ方法とかは？クロムは基本的には別に乾いた布とかで拭くとかそんなレベルやと思う。でしかも顔料仕上げからあんま染み込んだりもせえへんやろし、防水スプレーとか拭くのはいいかも。だからあの汚れとか水にも強くなるんで防水スプレーは使われた方がいいかな。ちなみにちなむなお前めっちゃ、ごめんなさい、ホームページのレビューに新進工房を見て買いましたって書いてある。あ、スクショ入れといて。これじゃないかもしれない、うん、っていうこと GU の方ね見ていられると思うんでそろそろどうですか。はい、はい、そんな感じです。終了ってことでまとめ、まあ、大体、こんな感じでございました。1位から5位まで並べましたが、どれもこれもおすすめですんで、うん、全種類全色買っていただくと、うん、そのために、うん、家売っていただいても全然いいかなと考えております、うん、一軒家とこちらの全色、うん、あのイーブンですんで、まあ、お兄ちゃんの言うことなんで、どれも外れなしでございますので、はい、自分のライフスタイルに合ったバッグを選んでいただければいいと思うと、ここで申し上げましたが、本音言っていいですか。どうぞ。新進工房のバッグをお買い求めください。お願いします。幕開けの方でね限定先行販売しておりますので、はい、ぜひねそっち見てくださいということで、はい、このまま行くと、うん、僕らただのいろんなバッグの大手のただの犬ですんで、こんだけマニアックに職人目線で語れるってことはっていうのをちょっと考えてほしいですね、うん、ハードワーク、はい、コメント欄でちょっとお叱りを受けたりもしてるんで、ね、はい、それに関しては改善、はい、もしてるので申し訳ないです、はい、次のセクションでスタッフの成長という話させていただいていいですか、はい、チームで作る難しさ、まあ、今回 GU さんでございましたが、はい、何がすごいかっつったらやっぱり安定して供給できる、納期守る、資材発注とか生産ラインが整っているっていうのが何よりすごいです。正直言っていいですか、うん、1個のバッグを丁寧に作る、時間気にせない、これちゃ簡単なんですよ。で次に難しいのが1人で100個バッグ作るみたいな、これも簡単なんですよ。じゃあ何が難しいんっつったら、100個のバッグをチームで作る、これむちゃくちゃ難しいんです。一気に難易度上がるんですよ。で1箇所でも妥協したら出来上がったものがダメになるでしょ、うん、じゃあ諦めるのか、いやそれは無理だと、うん、スタッフ一人一人の特性を見極めて、この子にはこれやってもらおう、でこの子は段取り前から任せとか、うん、そうやってチームでやるのはものすごく難しいんですよ。今新進工房をお客様に本当にお叱りを受けながら成長している途中でございます、うん、バッグ作りにしても、うん、財布作りにしてもノウハウ全然違いますから、うん、作品によっても全部違いますから、うん、でこれをチームでやっていくっていうのが今の目下の課題で、いろいろやりたいこといっぱいあるけど全部やめて今そっちに集中しておりますんで、仕組み作りチームでみんなで作ってなった時に仕組みが必要っていうことに思い知らされてる感じ、うん、みんなで作るんやったらやっぱ仕組みを作らなできひんなっていうのを知らされて、今それをめっちゃ頑張ってる感じ。現場って僕らの考えで言ったら納期があって、じゃあよろしくみたいな、うん、パワーマネジメントみたいな、うん、やったらデッドライン決まってるから、うん、焦ってなんとか帳尻合わせように、もちろんクオリティ大事ですよ、合わせて調節できると思うんだけど、やっぱそれってまず僕たちがライン作らんといかんなっていうのに今痛烈に反省しますね。そうだから自分やったらそれでできてたから、そういう風にメーカーからここ納期サンプルパーンって渡されて、はい作って、でどないかして仕組みも作って作るっていうのを自分でやってたけど、それを同じようなことをしたら全くできないというか、まあそういうわけにもいかんと、会議も朝から1時間ぐらいして UFO やけど、ちょっとずつ仕組みを今作ってるから、日々業務忙しいじゃないですか、うん、納期は遅れるとかじゃなくて遅れてしまっている状況で、その中でじゃ あのこれ発注は A 君となると、うん、慎重なタイプの子とかやったらさ、間違ったらいかん、発注を多くしてしまったら会社に損害を与えるとか、いろいろ考えるから結構長なんですよ、考えてる時間が、うん、でカットしてもっとコンパクトにいけ、多少間違っていいわってなったら焦ってるっていうのもいろいろ混ざって大量発注につながるんですね。これ本人が悪いじゃないです、分からん僕らが悪いんですよ、無茶振りしてるような感じになってるから、だからいろいろてんやわんや右左分からん、今日やる仕事も何かはっきり分からんのに、あれやれこれやそれやってるからとはパニックになっていくんですよ。その中で成長してる人と言いましたが、うん、今、うん、高井ちゃんめっちゃ頑張ってるんです。この動画でも思いませんでした、うん、今日のもう5個レビュー持ってきて、何をどう喋ったらええねんで無茶振りされたわけよ、朝から、うん、やってって言われて、やってみたら意外にあいつがうまいこと喋るよるから、まあつながってうまいこといけるっていう、うん、そんなこと最初らへん2年前とかだったらありえへんかったのに、2年前と比べた時にかなり成長してるな。1日1日の成長ってちょっと分かんないですよ、うん、振り返ってるのはすっげえ伸びてるんですよね、うん、だから1年後2年後ね、うん、多分現場がすごい育ってると信じてますんで、生産現場ね、そうそう、腐らずに、はい、みんなと一緒に同じ目標に向かって段取りとかも整理しながらコミュニケーション密に取っていったら、生産もお客さんに困らせることなく進めるんじゃないかと思う。実際徐々にめっちゃ良くなってきてるんでね、無茶振りしない、一人一人の能力を見極める、決して腐らない、これね三本軸としてやっていこうと思う感じでございます。まあこんな感じで成長途上の新進工房も応援していただけると幸いでございます。1年後振り返ってね、あいつらあんなに取ったんだけど今頑張ってるねみたいな見ていただけると僕ら励みになりますので、そんな感じで応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。